アーク、この言葉を聞いて思い浮かべるのは何でしょうか。仮面ライダーアーク、アークオルフェノク、いずれも敵側にアークという名が多かったと思うんですが、今回はヒーロー側ということでウルトラマンアーク始まりますね。想像の力で誕生するウルトラマンだとか、想像というとこれまた別作品が思い浮かばれるんですが、まあ今回はウルトラ作品のお話ですからね。皆様ごきげんよう、カフーです。公式発表から少しばかり時間が経過していますが、今回はウルトラシリーズの新作ウルトラマンアークのお話です。7月6日から放送開始となる作品なわけなんですが、すでにいろいろな話で盛り上がっている。特に一番の盛り上がりと言ってもいいのが、歴代のウルトラ戦士との関連性ではないでしょうか。いくつか話題に上がっている戦士がいますが、果たしてどうなのか、本当に関連しているのか、ただの想像なのか。今作ウルトラマンアークと歴代の戦士の共通点を話しつつ、話題に上がっていることの正当性を考えていきたいと思います。様々な話は出ていますが、だろという有力な候補の話からしちゃいます。それがウルトラマンジャックこと帰ってきたウルトラマンですね。ウルトラマンアークの情報解禁があった後、一番にこの話題が目に留まったかなというところで、非常に共通点が多いんですよね。まずはタイトルロゴ。これはとある映像を見てマジかと思ったんですが、ウルトラマンという文字重ねるともう一緒なんですよね。ここからして帰ってきたウルトラマンに関連していると言ってもいいような気がしますが、もう一つ根拠としてタイトルロゴの背景もうり二つといったところでしょうか。後ろがね、円形の光でキラキラしている感じ、あれもかなりというかとても似ているということで、関連度が増していると言えますよね。で、これだけではないというのがこの話で、ポーズも似ているんじゃないかなと。こちらの画像をどうぞ。構えるポーズがほぼまんまということで、この点からも関連性があると言われている理由ですよね。またボディカラーも見てみましょう。ウルトラマンアークは首元が黒いというのはありますが、シルバーとレッドの配色、さらには模様もどことなく帰ってきたウルトラマンに似てるかなというところ、というのは私が勝手に思っていることなんですけどね。というわけで、かなり似ている要素が多いからこの話題になっているというわけなんですが、どう関連してくるのかっていうのも気になるところですよね。ただ情報はまだ分かっていないということで、ここなのか、人とエースのように名付け親的な関係なのか、まあそもそも実際に登場するのかすら分かってはいないんですが、こればっかしは物語を見てからということで。この話をする前に言っておきます。私はこの説可能性低いんじゃないかなと思います。ということで、2つ目の関連性としては、惑星 O50 出身のウルトラマン説。この話題の発端がウルトラマンアークという名前ですね。真ん中に伸ばし棒があるということで、 O50 出身のウルトラマンと似ているということから同じなんじゃないかと話題に上がったっていうことですよね。 O50 出身のウルトラマンはというと、ウルトラマンオーブ、ウルトラマンルーブ、ウルトラマンフーマ、まあ確かに伸ばしもついてますよね。例えばウルトラマンオーブに関しては、ウルトラマンアークと似ていると言ってもいい部分がある。それがボディカラー、シルバーとレッド、さらにはブラックがあしらわれているということですから、オーブオリジンと似ているわけですよね。ただそれだけといえばそれだけ。真ん中に伸ばし棒がつくウルトラマンって、ウルトラマンジードもいるわけで、ジードって O50 の出身ではないんですよね。さらにボディカラー、私一番最初に見た時はやはりウルトラの星 M78 星雲のウルトラマンなんじゃないかなと直感的に思いましたね。こうして考えると、やはり帰ってきたウルトラマンとの関連性に比べて弱いというのが本音というところでしょうか。続いての話も少し根拠に欠ける部分がありますが、可能性としてはあるかもしれないと思ったウルトラマンを2人紹介したいと思います。ウルトラマンコスモスとウルトラマン X。なぜか、ウルトラマンアークのフォームチェンジですね。まずはウルトラマンコスモス。アークのフォームチェンジのモチーフが太陽と月。そもそもルナモードとコロナモードと、あと月が関連していたということで、ウルトラマンアークと何らかしら関連してくるのではと思った次第です。ちなみにウルトラマンコスモスってティガから数えて4作品目、
ウルトラマンアークもトリガーから数えて4作品目ということで共通点があるのかなと思いましたし、コスモスが25周年だったら関連性はもっと増したかもしれませんね。またコスモスって子供の頃の武蔵から関わっていたウルトラマン、今回のウルトラマンアークも幼い頃にユーマが描いた最強のヒーローに似ているウルトラマンだったと、ということで似たり寄ったりしている部分があるかもしれないっていう理由も付け加えておきます。さて続いてウルトラマン X、 これはアーマーという点ですね。怪獣の力を使ってアーマーを装着して強化されるという設定でした。ウルトラマンアークも怪獣の力ではないものの同じアーマーがフォームとなっているということで、まあ似ているのかなと。武器の存在、ウルトラマンアークでは目からアークアイソードを召喚する、ウルトラマン X では頭部からエクスラッガーを取り出すということで、まあなんか似ているような似ていないような気もするというそれだけです。もうここまで話していて、やはり帰ってきたウルトラマンが話に関連してくるで結論付けていいような気もしますが、ちょっと気になることもあったので最後に話しておこうと思います。新地の話をしました。 M78000 なのか O50 なのか、また違う星なのか、その点を裏付ける的なこととしてボディカラーの話をしましたが、もう一つあるかなと、それが目になりますね。ウルトラマンアークの目は結構キリッとした感じになっている、これって他にも見たことありませんかっていうことですね。そう、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンタイガーですね。目とは非常に似ている。また M78000 の戦士って黄色い目をしている戦士が多かった気がするんですよね。心も共通点があるのではと思います。さて今話にちょろっと出たウルトラマンゼロ、今年15周年ということで名催し物がされてますよね。ということでもしかしたらウルトラマンアークにも登場したりするのでは。さっきの目元の話もそうですし、なんだったらウルトラゼロアイ、アークアイソードなんていう目に関するアイテムも関連しているし、ということでゼロも本編にまた登場してくるかもねと予想したいと思います。ということで以上です。がっつり関わってくることはないと思いますが、まあ 1,2 話程度何らかしらのウルトラマンが登場するのかなということで。ちなみにウルトラマンアークのメイン監督辻元さんの話によると、昭和のウルトラマンが好きだった、他には昭和2期のウルトラマンがお国ということで、帰ってきたウルトラマン、ウルトラマンエース、ウルトラマン太郎ですよね。ここでこれまでの作品に関わっていないのって帰ってきたウルトラマンだけなわけですから、要素としては取り入れるに十分かと思われます。まあ話がどうなるのかは始まってからお楽しみということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思っていただけたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。私の動画に興味がない方は好きなウルトラマンをコメントしておいてください。ではごきげんよう。